どうも、しばです。今日はですね、キング牛丼を超えた吉野家のね、牛丼を食べていきたいと思います。みんな、ファミリー牛皿って知ってる？ファミリー牛皿って言ったらね、もう牛皿のでっかい版、それができたんで、ここにご飯をたっぷり持って牛皿バコーンかけてがっつきたいと思います。じゃあまず炊きたてのお米だよ。これをがっつり持っていきましょう。この器は多分キング牛丼の同サイズぐらいあるから、いい香り、いい香り。これで多分ね、キング牛丼と同じぐらいで、ここに牛を持っていく。はい、ということで食べていきましょう。用意しましたのはお卵さん4つでございます。2、こちらがですね、ファミリー牛皿と言いまして、4人前の牛皿が入っております。それを2個買ってまいりました。ということで、もうこの時点でキング超えなんですよ。ということで、今からね、ちょっと盛り付けていきたいと思います。ちなみにですね、お箸こんなについてた。さすが8人前っていうことだけはある。で、あと紅生姜、これも大量についてました。ラッキー。ではでは盛り付けていきましょう。結構ね、入ってるよこれ。すごい、見て、めっちゃ入ってるやん。この肉ですよ、この肉見てよ、この肉。これをね、がっつりかけていきます。うわ、これ夢やで。男の夢だ。あ、今日ファミリー牛皿4人前じゃキング牛丼の牛の量はないわ。僕わかる、何度も食べてきたからね。ちょっと足りひんね、やっぱり。しかも結構つゆだくで、つゆいっぱい入れてくれてる。今日はね、お仕事頑張ったし、いいでしょ、たまには。これはやばいぞ、超高カロリー。ちょっと待って、お卵さんの余地がなくなったんですけど、大丈夫かな。よいしょ。うわ、すげえ。つゆはね、後からにします。もう結構ね、つゆかかってない牛丼好きなんですよ、卵の具合と考えて。うわ、すげえなこれ。うわ、すげえ。よいしょ。うわ、幸せだぜ。横から見ていきましょう。上からじゃ分かんないでしょ。はい、見てください、こちらがスーパー牛丼でございます。じゃじゃーん。うわー、わっちゃー。はい、ということで完成しました。すごい、さすが牛皿8人前っていうことだけはある。これ牛だけ何グラムあるんやろ、測るんやったな。いやー、吉野家のこの美味しいね、牛バラ肉ですかね、多分。これがもう、あー、マウンテンになってる。嬉しい山やな。ということで、今からね、ちょっとね、登頂していきたいと思います。あの、聞く方の登頂ちゃうで、登る方へで。まずね、卵、これ無理です、今入れれません。牛ちょっと食べたいと思います。まあ、お腹も減ってたし、いただきます。いや、嬉しいな、これは嬉しいぞ、これは嬉しい。うまっ。うん、超幸せ。これね、僕分かった、今からここに、ね、卵を割ります。でね、この卵をトキ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 して、そうなんですよ、こうやって卵にくぐらして、この状態でお肉楽しもうかな。ほら、うん、うまっ。これなんぼでもいけますよ、やばっ。うまっ。こんなリッチな吉野家の食べ方したことなかったから、すごい嬉しい。うん、うまい。では今日はですね、こちら氷結梅です。地味にね、最近梅ハマってます、僕。はい、梅ハマってます。氷いっぱいのところに入れて、ちょっとね、薄まるんですけど、薄まった感がまだ飲みやすい。やばいやばいやばい、めっちゃこぼれた、もったいない。じゃあ梅いただきます。梅だけにうめえわ。まあまあまあ、よしよしましょう。ちょっと食べていきたいねんけど、これな、ちょっとな、今ね、卵を乗せれないんだわさ。1個でもかけたいんだけど、ちょっとお肉避難しましょうか。よく言うさ、家系とかやったらさ、避難できるやん。家系、何系、ちょっとわからんけど、また元のところに戻るんかいみたいなね、ところではありますけど、これはね、一気にいくとね、大変大変。これすごいぞ、肉の量。よし、こんなもんにしようか。こんなもんで真ん中に穴を開けて、で、お卵さんをね、かけていくと。
2個、とりあえず2個で僕はここにね七味入れる派、七味を入れていきます。これはリッチな食べ方だよ。ちょっと入れすぎちゃうか、カラってまた言わんとかね。これね、どこからでも開けれますって書いてるやつに限ってね、開けられへんっていうオチないですか。僕よくあるんですけど、どこからでも開けれますよね、全然無理やね。よし、準備は整いましたということで、かけていきます。ちょっと混ぜまして、おっと危ないぜ、このままじゃダメなんです。はい、お醤油少々、あんまりかけるとね塩分過多になりますので気をつけましょう。けどね、吉野家の牛丼はこのお醤油を入れることにすっごい美味しくなるから、こんな感じやね。では乳糖いけるか、これうわっ、いけー、いったー、いきました、卵全部真ん中から染みていってます。ここをね、いただいていきます。これはうまいぞ、ほら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 、たっぷりたっぷり卵染みていってる。あー、これたまらん、いただきます。うん、うまっ、酒のお供にもってこい。結構ね、僕思ったこの牛皿はちょっと分からへんで、適当なこと言うかもしれへんけど、結構ね味がいつもの牛皿に染みてる。なんでやろ、今日はそういう気分やったかな、吉野家さん。あ、米噛む、めっちゃうまいやん。あー、しっくー、紅生姜入れるの忘れとった、入れます。でね、僕ね、昔よう中学校の時とか行った時にね、紅生姜がね、アホほど入れとった。むしろね、紅生姜と七味と、卵ね、この3つだけで楽しめるから、家でやってた、吉野家の味とか言って、肉ないのにやれへんかな。ほんまちょっと吉野家の味になるから、この紅生姜と七味と卵を混ぜて食うとほんまに吉野家の味になるから。まあ吉野家にトッピングするのが僕はただ単にそれっていうだけで。うん、うまっ、これはいいですよ本当に。うん、うまっ、おぉ、これあるな、量あるな、うん、おぉ結構効くな、もう卵入れれるわ。結構ね、邪道かもしれへんけど、僕牛丼並みに卵はね、2個入れる派なんですよ。美味しいから、みんなやってみて。なんかね、イメージ的に言うと、もう牛丼からちょっとかけ離れて卵かけご飯の延長線上みたいになってしまうかもしれへんけど、吉野家さんのこのね、牛丼の出汁とめちゃめちゃ合います、最高に。うっ、あー、これあかんな、もう飯してる以外に何物でもない。見てこれ、エロすぎでしょ。エロいっていう言い方はおかしいけど、もうこの卵よね、すげーすげー、これうまいで、うますぎるで。ちょっと好みは分かれるけどね、僕はほんまこの食べ方が大好き。ほんでここのご飯と染み渡らせるというか、うん、神です、うん、だいぶといい感じに食べてきました。今日大丈夫です、安心してくださいよ、これで終わりじゃないです。これ足しちゃったよ、これで僕はお腹いっぱいに絶対になれる。悪だな、悪魔の食べ物だろ、うん、まあ吉野家さんは安いけど、安いだけじゃないよ。僕も吉野家って結構動画出してると思うんですよ、案件みたいに。全然案件でも何もなくて、単純に吉野家が好き。吉野家っていうのは安いから行くんじゃない、まあ安いっていうのもあるけど、この味が好きやからみんな吉野家行くよね。そこが安いだけのお店との違いやで、吉野家の、うん、この味が好き。今気づいた、さっきから味付けが濃い言うとったでしょ、なんか味が足りひんな思うとって。玉ねぎおれへん、見てください、牛皿だけあって玉ねぎがいてません。
僕吉野家味付け変わったんかなと思った。そうか、ここもうはっきり言っときます、これは絶対玉ねぎやった方が美味しいです。あの玉ねぎ の, あの絶妙な甘みがないんで、どちらかで言えば大手チェーン店の味に近くなってる。あの玉ねぎがないとあかん、吉野家はあの玉ねぎがないとあかん。うん、うまいけど、うん、そうか、そうやったな。ということで次はやっぱりキングサイズにしようと思った超超超大盛り2つ買ってきたらいいんだね。今日ね、めっちゃお腹いっぱいね。まあ、僕つゆかけへんかったんですよ、一切。大成功。やっぱり気持ちいい、味付けが濃い、玉ねぎがおらんから濃く感じるのか、もともと濃いのかちょっと分かんないですけど、僕はやっぱり牛皿より牛丼やな。牛丼やけど玉ねぎが欲しいよ。残りもね、これだけになっちゃいました。あー、今何時？今もうね、10時っす。やばいな、これ。最近僕ね、胃もたれするようになってきたんですよ。マジで。僕のね、無敵の胃が、最近無敵じゃなくなってきた。量は食べられへんけど、もっぱら胃もたれには強かったんです、僕。まあ、朝から牛丼食えって言われたら何ぼでも食えたし、カレーでも何ぼでもいけたし、焼肉でもいけるし、何でもいけとった。最近も朝起きたらね、まあ、バン食いすぎっていうのもあるかもしれへんけど、あー、お酒飲んでるからかな。いや、そんなことないな。結構きたな、これ。卵4つに牛皿8人前にご飯、おそらくこれ2合はないかな、 1.5、 いや2合かな、限りなく2合に近い。よく2合飯ってあるけど、2合飯ってかなりあるからね。はい、ということでごちそうさまでした。皆さん、吉野家肉地獄になりたいと思った方はぜひともね、一遍これチャレンジしてみてください。かなりの食べ応えがあるんで、結構ありやと思います、僕は。ただやっぱり何回も言うけど、玉ねぎよ。吉野家といえばあの玉ねぎが美味しいんです。あの玉ねぎ、あ、吉野家玉ねぎ俺めっちゃ好きっていう人はぜひともコメント欄に書いてください。吉野家の玉ねぎのあの甘さ、クタクタになりすぎてない、あのちょっとした繊維感、あれがもうたまらん。僕どんだけ吉野家好きやねんよな。ということで、今日は吉野家、夜中にいっぱい食べて、明日多分朝起きたら水ってなるでした。じゃあまた、バイバイ。